は、マリンです。本日はオークヒルズカントリークラブさんにやってきました。そして今日はですね、じゃん超スペシャルゲストなんですけども、遠藤里乃さんと一緒にですね、はい、ラウンドをしていただきながら、私のスイングだったりとかコースマネジメントというところで教えてもらいながら、一緒にラウンドをしていきたいと思います。はい、本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい今日楽しみで、いや私も楽しみで来ました。嬉しい。今日はお揃いの、お揃いの白いニット、白いスカートで。そうなんです、うん、後でコーデ紹介もしたいと思うんですけど、まりちゃん、今日なんですけど、はい、白 T で。おデビューですね、白 T。 白いの着てるし。そうですね。あ、そう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 、さすがリノちゃん、すごい飛距離も武器にしてて、うん、一緒の T で回るとお、こんなに飛ぶんだとか、確かに そういうのも分かるかなと思って、うん、まあ、飛距離アップのコツとか、まあ、スイングとか、はいはい、そういうのも聞きながら今日はやっていければいいなと思います。はい、ご指導のほどよろしくお願いします、はい、頑張りましょう。頑張ります。はい、482ヤードです。長いですねちょっと慣れない数字を今二度見しちゃいましたけど今もう打てそうなので早速打ってみます。よろしくお願いします。お願いします。全然大丈夫。セーフ。セーフ、セーフ。朝一だから。緊張しました。でも練習してたから。そうですね。ちょっとよかった。今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。どれぐらいの頻度でゴルフされるんですか？ゴルフは、いやそれがなかなか行けてなくて、月に1回とか2回ラウンド行ってます。大学生でしたっけ？大学4年生です。勉強も忙しいから、はい、まあ、なかなかまあでも月に1回2回は行けてるであれば、ね、練習場も行く。練習場もちょこちょこ行ってます。ちょこちょこ行ってます、はい、練習場はラウンドより頻度高い。いやでもやっぱラウンドの前後でしかあんま行けないので、うん、結構うずうずしてます。そうなんです。これからですね。そこにフェアウェイにちゃんとあります、はいはい、ありがとうございます。300。そう、まあ高めでもない。ウッドは得意。フェアウェイウッド得意。得意。あ、じゃあフェアウェイウッド でそうですね。自信あるクラブで。で、うん、ちょっとつま先上がりですね。そうですね、クラブ長めに持ってみます。あ、惜しい、ね、悔しい。ちょっと傾斜がきつかったかな。いや、顔が上がっちゃいましたもう一回、もう一回、もう一回できるから、はい、出だしは結構右から左の傾斜だから全体的につま先上がり長めに持たないで、逆に短めに持った方が。あ、そっか。そのつま先上がりなんです。その最初だから何も言わないでちょっと見てみたんですけど、はい、つま先上がり短めに持った方がいいかなと思います。ありがとうございます。はい、基本的に短く持った方がコントロールしやすいんで。あ、はい。短く持って。うん、ナイスショット。今すごいいい当たり。ナイス。すぐ修正できた。一番です。あ、高い。でもそれぐらい価値ありますよね。本当に。じゃあ後で。後で。今日で破産しちゃう。ちょっと今浮いちゃいましたね。
練習しとけばよかった。練習の筋肉痛ですか、やっぱり。昨日筋トレしたんで。筋トレ、そうですよね。がっつりトレーニングしたんで、すごい全身筋肉痛。特にあの肩周りがプッシュアップしたから、もうすごい。かっこいい。パンパンプッシュアップやってみたい。筋トレとかしますか？筋トレは最近ジムに入会だけしました。あ、でもそのまずは第一歩。第一歩大事。それでしてないって。入会したところは大事。入会しました。あるギリギリ残り111ヤードで U ピッチングとアプローチの間のクラブを使います。ありがとうございます。33ヤードですね。そう、落としどころだけを考えて、はい、43だったらどれぐらいの高さで上げるかっていうのを考えて、はい、高いかったらその分段は出ないので、それを計算して、はい、いつもどうしようかなって。バンカーが私は30ヤードで、はい、ランが10ってイメージ。30ヤードキャリー。33だから20ヤード。あ、じゃあ20。20ヤード。うん。20キャリー。バンカーは絶対超えるはずだから20。はい、いい感じ、うまい。おー、ナイス。ありがとうございます。めちゃくちゃイメージ通り出てた。嬉しい。すごい、こんなアプローチがうまくいったの初めてかもしれない。なんかもう一ホール目にしていろいろあれだね。いっぱいいっぱい弾けたね、もうね。すでにすごい学んでる。ね、もう帰る。確かに20ヤードってイメージだったらバンカー気にならないから。本当に。そうそうそう。ね。おー、なんか入りそうだけどね、ちょっと待ってると。うん、いやー、残念パー。ハイオーバーディーしたかった。惜しい。これも惜しい。まあ、でもリノちゃんさ、オープニングでさスペシャルゲストって言ったけど、はい、最近もうレギュラー並みに間違いない。確かにスペシャルじゃないかもしれない。スペシャルね、この前の対決もおめでとうございます。本当に、あれ嬉しかった。最後バーディーだった。バーディーだった。見てくれました。嬉しい。126です。ありがとうございます。ピン手前なので決めて30ぐらい。あ、9番アイアンです。 9番アイアン、めちゃめちゃ飛びやすい。私は7番アイアンで打ちます。いやでもちょっと上り打ち上げだから目線がちょっと高くなりすぎちゃうんで、右肩が下がりやすいです。そうするとトップとかタフにどっちも出ちゃうんで、打ち上げの時でも目線の高さは変えずに打つ。はい、はい、意識します。はい、それ意識するとだいぶ違う。ありがとうございます。もうなんなら次の試合楽しみだ。確かに実践できる。
打ち下ろしでも同じことが言えるんですか？そうそうそう、打ち下ろしでもこう突っ込みすぎちゃうことがあるから目線は一緒で、だ目標をピンとかじゃなくてピンの根元とかその思ってるところより違う変えてみたりとか。あーなるほど、そうすごいすごい、もうなんかあれですね、この動画永久保存版として自分で見直そう結構忘れがちだから何回も覚えて意識した方がいい。へーしよう、これから皆さんもぜひしてみてくださいこれも同じ戦略でいいですか？そう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 、バンカーは絶対超えるはずで、はい、さすがフェリーをちょっと大きめに考えて不安と迎えた16度で打ちます。インカちょっと早いから転がっちゃったけど、アプローチはすごい良かったです。ありがとうございます。褒め褒めがるってですね。いやでも うまかったよ本当ですか？うん、でも確かにすごいと思った。18度で、すごい低い球で、これもあのさっき言った目線気をつけて、はい、打ち上げだからあの上に上がらないように、はい、こう上がらない、そう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 、それ癖あるからな。でも基本みんなそうですよ、うん、ボール上げたいと思うもんね。上げたいと思っちゃって右肩落ちてダフったり逆にトップしたり、うんうん、ナイスショー、めっちゃいい、すごいすごいね、ナイスめちゃめちゃいい感じ、ね、ちゃんと目線さ整えても高さがちゃんとね、はい、出るから、うん、自信になるね。全然全然いい感じ、すごいすごい、めちゃめちゃいい高さ、うん、いやなんか本当に貴重ですよね、もうなんかプロみたいな方と一緒にこうラウンドをしてもらって実際にレッスンしてもらうってなかなかない経験なので、うん、ちょっと今大興奮してちょっとやばいすごいよね、行ったらすぐにできちゃうから、すごい、どうしよう、もう今もうキラキラしちゃう目が、すごい、ベストスコア出るんだ皆さんとあったらベストスコア出るかも、ね、ベストいくつなんですか？ベストは今レディースで86です。おーすごい、うまい、いやいやいや全然いつのやつだろうってぐらい、あ、そうなの、更新できて結構前、結構前ですね。ナイスです、ありがとうございます。98ヤードです。ピッチングで打っていきます。ナイスショー、ナイスショー、ありがとうございます、いい感じ。
うまい。パターは持ってます。乗ると信じてパター持ってきました。嬉しい。見るんですよ。だから例えばゴミ箱にゴミ投げるって言ってゴミこう見ながらこう投げないじゃないですか。どっちかっていうと目標を見ながらここに投げるぞと思ってやるじゃないですか。それと一緒でパターもピン打ちたいところを見て素振りで見ながら素振りするで、その後この振り幅だなって言ってボール見ながら素振りしてそれで打つと大体距離感が合ってくるんで、はい、ちょっとこの距離だけどミドルパットなんで、はい、目標見ながら素振りしてみてください。はい、やってみます。うん、その振り幅を覚えて、はい、そうどっちでも後ろでもいいし、まあ、カップでもいいんだけど私はカップですけどこうやって打ってるけど、はい、こっちから見るのが合ってるんだったらこっちでも同じこと。確かに。うん、そうでその振り幅で打つ。はい、はい、おー、距離感バッチリ、いい、めちゃめちゃいい。そう OK です。めっちゃ楽しい今日。です。はい、ありがとうございます。あれだけ逆が登ってるからちょっとでもすごい転がりますね。そう、すごい。このオークヒルズさんはすごい傾斜が、グリーンの傾斜を読まないと難しい。普段はこういう風になんかラウンドをしながらレッスンとかってされてるんですか？してますよ。ラウンドレッスン結構してます。それがメインかな。あ、それがメインなんですか？はい、どうやって受けたい人を応募するんですか？今やってるのがバリューゴルフさんっていうところと PGM のウィズゴルフさんっていうところでレッスンしていて、それ以外にも、まあ、個人的にもやっているので、まあ、インスタグラムの DM などで調べてもらえれば。はい、本当に今めちゃくちゃ感動してるので皆さんにぜひ体験してもらいたいって今思ってます。なんかこんなにゴルフ楽しかったんだって今思ってます。いや、嬉しい。そう言ってもらえると教えがいがあります。本当にすごい神様みたいな方なのでとても優しいし、ぜひ皆さんラウンドレッスンリノさんも受けてみてください。はい、ぜひお願いします。